い、いつも応援ありがとうございます。純一ダビッドソンです。はーい。なぜかチビダビがカメラを回してます。よろしくお願いします。はーい。お前こっち来たら、あ、それ動かさない、それ動かさない。隣でお話ししておいで、今度。おいおい、今度。はい。ちょっとね、いつも応援していただいている皆さんにご報告といいますか、この一応ね、どこで出そうかなと思ったんですけどね、この話をね。まあ一応チャンネルダビッドソンが、まあ趣味のチャンネルでキャンプが多いんですけど、まあ見てる人一番多いんで、ここで出すのが一番いいかなと思いまして、ご報告ということで、まあこのチャンネル見てる人で言うと、まあ割とこの1ヶ月ぐらいあんまり動画が上がってないと、いうことで、まあご報告なんですけど、その、なかなかアウトドア活動ができてなかったんですよね。ね。というわけで、その理由がこちらでございますということで、はい。純一家に第2子が生まれまして、ありがとうございます。おー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 。こいつが長男のことをチビダビって言ってたんで、まあなんやろな、次男やから、次ダビとでも言いましょうかね、生まれまして、それでまあもともと決まってたテレビとかイベントの出演以外は、まあ自発的に行く YouTube とかはこの年末年始はプチ育休してまして、こっからまたね、いろいろ活動、 YouTube の活動も増やしてはいくかなと思うんですけれども、次ダビあやして、次ダビってね。長男生まれた時はね、最初から顔も名前も全部 NG にしたんですけど、よく考えたら赤ちゃんの時ってすぐ顔変わるから、最初の1回ぐらいは顔出ししてもいいかなということで、もしかしたらモザイクなしで、まあ名前は言いませんけど、現状こんな顔でございます。長男と違って生まれた時から髪ふさふさでね、もうジェルつけるぐらいふさふさだったんですけど、何してんの何してんの何してんの。まあそうなんですよ。だから今後もね、いろいろ活動はしていく中で、チビダビが生まれた時にね、結構もう死ぬまで働くの確定だったんですけど、さらにこの3年後にスギダビが生まれてしまいまして、死んでも稼がないといけないような状況になりました。まあ妻もね、うち僕の4つ下なんで、かなり高齢での出産だったんで頑張ってもらったんですけど、まあ、高齢のね子育てもね大変なんですけど、まあそんな話も未来は発信できたらいいなっていう中で、今日はとりあえずご報告ということで。すごいな、兄貴暴れ回ってんのめっちゃ落ち着いてる。すごいよこいつ、やっぱ次男ってタフネスがね、メンタルが強いって言うんでなあ。現状こんな顔でございますということで、ちょっとおいで、ちょっと挨拶しよう、みんなに。はい、おいで。どう、最後に、はい、ちゃんとご挨拶して、はい、最後に。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあ、いつもご視聴ありがとうございますって、いつもごちそうありがとうございます。ごちそうみたいになって、ごちそうありがとうじゃあ YouTube であったらチャンネル登録お願いしますって、チャンネル登録お願いします。今後も純一家をよろしくお願いしますって。純一家お願いします。お願いします。で、そういうわけでご報告でございました。かわいいかわいい。抱っこする。かわいいかわいい。抱っこする最後。よし、いいよ最後だ。ほら、首気をつけてね。よいしょ。気をつけてほら。はい。じゃあ。重っ。じゃあ、はい。じゃあ、以上ですって。以上です。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。